それでは曲のレクチャーに入ります。ポイント1、草食音符。曲のメロディーの中から3箇所を取って練習をします。6小節目のラからシに行く草食音符。草食音符は草食音符を強くしてその余韻でシに行くように吹いてみたいと思います。良い例と悪い例を両方吹きますので確認してみてください。それではラシの前のシから連動してみます。それではポイント2、強弱のポイント。メロディーの中で強調するところを考えてみたいと思います。この曲はもともと歌詞がありますので、母音や子音の聞こえ方で考えてもいいと思うんですけれども、今回はメロディーラインで考えてみようと思います。傾向としては、同じ音符が続く部分は後方の音、それから音程の高い低い、また跳躍などで判断できます。強弱の差をつけると度合いでメリハリがつきますので、好みで演奏してみましょう。ではゆっくり分かりやすく吹きながら示していきますので、チェックしてください。